はい、はい、皆さんいつもありがとうございます。マガリオです。なんかね、新聞だったり雑誌とかでも最近よく取り上げられてるんですけど、ちょっと今日2つの話をしたいんですよ。1つは婚活ビジネス。僕のお客さんでもさ、まあ、いきなり婚活ビジネスね、またここ最近始めたりしてるお客さんいるんですけど、狙い目は婚活ビジネスの基本ビジネスモデルでいくと何をするのか、婚活ビジネス、誰を対象にするのか、50前後。これはアラフィフですよね。でもね、この層はね、本当に、あ、狙い目なんだろうなと思うのは、僕の周りもみんな独身なの。で、やっぱりその親の介護だったり、自分の病気だったり、このあとその仕事、キャリアをどうするんか、まあ、中には企業独立しているね、あのバリバリの女性経営者とかもいるんですけど、やっぱりね、ふって考えるんだって、この先どうするのと、まだ長すぎるなと。で、何かきっかけがあって、たまたまその時にいい出会いがタイミングがあるとっていう風で、あの婚活やるんだったらもうこの年齢層を相手にするのがやっぱ一番いいですよね。でもう一つは、僕も今ねちょっとこれ自分のビジネスと困っていることが一個あるんですけど、まあ、不動産賃貸業をやってるわけですよ、一つの会社が。で、一つ価値の際、そこそ誰をお客さんにするのかっていうところで、まあ、ライバル店いっぱいありますよね。で、うちの会社はその他のライバル、まともな会社さんと比べるとちょっと基準が緩いんですよ。だからちょっと訳ありなお客さんたちもうちはまあ受け入れてるわけですよ。で、そうするともう日常的にまあなんかまあいろいろなトラブルが結構出てくるわけです。まあそれは想定内なんですけど、で、別にその訳ありなお客さんがみんなそうとは言わないんですけど、あのお部屋っていうか部屋がめちゃくちゃ汚いんですよ。で、それはね、何かの雑誌にも出てたんだけど、やっぱりそのある特定の職業の人たちは部屋がもうぐっちゃぐちゃでどうにもできなくて、毎回何万とか10万を超える費用をある業者さんに払って部屋をきれいにしてもらってっていうのを3ヶ月に1回とかやってんだって。3ヶ月に1回もう何万とか10万ぐらい払って部屋でも全部ゴミを持ってってもらって、また3ヶ月経ったらそうなってるからみたいなことをしてる人たちもいるっていう記事を見た時に、うちのお客さんがそうなのよ。だからあのこういうチラシ入ってると思うんですよ。ちょっと今思いっきり出てましたね、社名が。どうもすいません。こういうで、すっげえ入ってるんですよ。今この時期だから入ってるわけじゃなくて、年間通じて本当に週に 1,2 回ずっと入ってるんですけど、じゃあなんでそんだけお金かけてポスティングされてるのかっていうと、やっぱ需要ニーズがあるからなんですよね。で、僕は不用品販売やれって言ってますけど、あのゴミ回収っていうかですね、なんか清掃とか綺麗だとかお片付けとかいう可愛いレベルではなくて、もうめちゃくちゃもうどうにもならない、一切一切全部軽トラなのかバンなのかに詰め込むっていう、これはね、あの全然いけると思います、はい。で、そのそれこそ基本ビジネスモデルの誰もそうなんですけど、いつどこっていうのもこれ肝で、あのピンポイントでいけるんですよね、これ。待ってなくても、実は攻めていけるっていう、まあ、この辺のことも、まあ、昨日動画で話したんですけど、ちょっとこの合宿とかでね、僕も、いや、このビジネス今すぐやればいいと思ってるものがあるので、あのまた話をしたいなと思ってるんですが、まあ、皆さんの周りで面白いビジネスがあったら、またちょっとコメントやメッセージください。あとちょっと2つ今日面白いビジネスネタをゲットしてきたんですけど、何かメッセージコメントくれた人には、今日ゲットした、今日ここで話してない2つの話を、返信で送りたいと思ってますんで、それではまた。